こんにちは、クリッカークランです。2018年にアメリカ伝統のヒルクライムイベントパイクスピークにてコースレコードを塗り替えたフォルクスワーゲンの電気レーシングカー ID.R が2019年のターゲットに選んだのはドイツ・ニュルブルクリンクサーキット。世界中のスポーツカーがベンチマークとするニュルブルクリンク北コースノルドシャライフェでのレコードタイム更新を目指してニュル仕様に生まれ変わりました。リチウムイオン電池と2つのモーターだけによる電動駆動系の最高出力は 500kW、680馬力。ニュル専用の空力パッケージを与えられたことで最高速度は時速 280km に達するとアナウンスされています。全長が 20km を超えるノルドシェライフェではエネルギーマネジメントも重要ですが、回生ブレーキにより適切にエネルギーを利用するよう最適化されているといいます。さらに空力抵抗の最適化を目指して F1 マシンでも知られる DRS ドラッグリダクションシステムを採用しているのがニュル仕様のポイント。油圧により角度を変えることのできるリアウィングは最大で 20% も空気抵抗を減らすことができるといいます。すでにノルドシェライフェにおけるシェイクダウンを実施、ブリヂストンがサポートするタイヤテストも行われたといいます。その様子は動画として公開されています。電動化に邁進するフォルクスワーゲンの象徴ともいえる電動レーシングカー ID.R。 コースレコード更新という偉業達成の方はフォルクスワーゲンの EV ブランドである ID が本格始動する今夏に合わせて届くことでしょう。